にちは。この前イタリアに行ってたんなんですけど、今回日本人のアレ屋さんの友達とタミヤちゃんと初めてシチリア南のイタリア日本ポップカルチャーとコミックスのカルチャーの一番人気イベントに行ってきました。イエーイ。ぜひ見てください。どうしよう。おはようございます。今日はねタミヤちゃんとイタリアに行きます。いやすごく疲れる顔してるよね二人とも。でも今回はね、私はすごく飛行機が苦手なんですけど、今日は一人じゃなくてよかったなと思って楽しみ。楽しみだ。イタリアってさ、初めて？初めて。楽しみ。そうだね。私はマネージャーさん昨日からダイエットさせてる。いやもうつらーつらー。いや、ね、言わないで。はい、行ってきます。やっと空港に着いた。全然間に合ったね。間に合った、余裕だ。間に合った。ていうか誰もいない、見てすごい。夜だからね。夜だから最高。飛行機二人ともってさ、イスタンブールどこにあるんだっけ。知らなくて。知らない。どこどこにある。わかんないでしょ。わかんない。そこに乗り換えて、で直接シチリアに行きます。多分寝ると思うね。寝よう。眠い。イスタンブールに着いた。すげえでかい。っていうか夜の3時なんですけど全部やってるよ、うん、ブランドまでも。今3時でしょ。4時だ。3時でしょ。すごくない？ねえ。街に歩いてます。イエイ。まだ何も見てないけどすげえ写真が撮ってる。ちょっとカチカチ。カメコカメコカメコ。よし、今センターにいる。うわー、綺麗。さっきもねパンがあってすげえびっくりした。え、ユリコさんですかってゴーってすぐハグされて、いい気持ち。ベタニアちゃんどに合ってるみたい。どうした、どうした。ファンだった。かわいい子だ。かわいい子ちゃんだった。イエイ。物が来た。魚。美味しそう。これ見て、美味しそう。タネちゃんはスパゲッティ。スパゲッティというの。パエッテリ。パイアテレ。パイアテレはスパゲッティよりがちょっと太いよね。へぇ、こういう感じ。いただきます。いただきます。お、柔らかそう。え、カットしなくてももうすっごくて。へぇ、トマト。超柔らかい。嘘。口に溶けた。嘘。マジ。食べたい。食べてみ。ちょっと。大きいもの取ってよ。食べる。よし。うん。柔らかい。柔らかいね。うん、よし、パスタもどうぞ。マネージャーさん許して。ダイエット中なのにちょっと待って。ぐらいを食べたい。ダイエットで魚なんだ。そう、だからパスタじゃなくて魚にした。うーん、偉いじゃん私。偉い。やつ。うん、うん、おいしい。おいしい、うん、今観光の電車。After reach to your left, you'll see the Church of the Immaculate Conception. Right to the right, the Central Cardinal. Yes, Bono. Tania ちゃんの意見をちょっと聞きましょう。今までどうだった？今まで？今まで。すごい面白い。本当？楽しい。イエーイ。日本と何が違う？何がびっくりしたの？すぐ。全部？そんなに？あと犬をね、店に連れてきてた。お、そう、犬はね、ワンちゃん、あーって知ってて、H&M に入ったら、ワンちゃん2人がいた。確かに、それがね、よく考えたら、日本は無理でしょう。日本は無理、怒られる。怒られちゃうわ、ワンちゃんかわいいちょよし、仲良しの2日目なんですけど、ずっと撮るのがちょっと忘れてて、ごめんなさい。もう疲れてたなんですね。疲れたね。疲れた。で、時差ボケもあるよね。時差ボケないの？ちょっとある。ああ、やっぱり。え、どうだった、タニア？
弁当楽しい。日本と全然違うね。どこが違うの？物販も全然違うし。あ、こんな感じ。なんかプリントのものが多いですね。もう夜までずっとやってます。長い長い。そうですね。そう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 。よし、あと2日間頑張りましょう。頑張ろう。イエイ。よし、エチナコミックスの最後の日の来ましたなんですけど、朝なのに結構ファンが来てもらって嬉しいです。タニアちゃん準備はどう？イエイ。はい、じゃあせーの。いいですね。みんな熱くてありがとうございます。では今から準備したいと思います。やったよだと思ったら本物だ、本物だ。すげー。ごめんね。パーティーとか音楽してるよね。アイドルシステムまでのグループがいる。かわいい。これはシチリアの朝ごはんです、ね、これがあシャーベット。そう、シャーベットみたい。クラサン一緒にこんな感じで食べます。パンにつけて食べる。そう、パンにつけて食べる。え、これはどうやって食べるの？パンとアイスクリーム。ちぎる？どうやって食べるの？パンをちぎる。そう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 。合ってる、あ、合ってる合ってる。変だよね。すっぴんだよ。映像かわいいよ。今からのいい飲み物を飲もうと思って、なんか面白そう飲み物を頼んだ。怖っ。怖いな。怖い。じゃあこれがレモン。キノコとみかんのジュース。みかんのジュース。みかんのジュース。やべえやべえやべえ。はい、飲んで。レモン、スパークリング、あとは塩、ソルト。そう、塩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 入ってるんだ。美味しい。これはみかんね。みかんのジュース、ソーダ。え、味、味はちょっと違くない？超甘い。なんで？甘い甘い。これはこれ本当にこんな色する？絶対ないじゃん。百条マリオか。スラベリー。でも体に良さそう。なんかこれが一番なんか普通、イチゴのシロップとソーダです。今日は最後の日だから約束したんだけど、パスタを食べてます。で、超美味しいパスタ、アラビアータというパスタだけど、超味が強くて濃くてすっごくさっぱりしてる。どう？美味しい。美味しいよね、やっぱり。バゲッティが長いやつね、パスタ。これはペンネだっけ？はい、ペンネ。そう、ペンネ。ペンネ食べやすい。うん、美味しい。と、ちょっとそのなんだ、ベーコンみたいのスペックというんだ。うん、いや、あとはもう一つの大きいチガザがあった。でっかい。これが一人分だけだよ。で、400円ぐらい。前が全然そんな感じじゃなかったけど、今これを食べたら、あ、やっぱ美味しいな。やっぱ美味しいな。
今夜なんですけど、まだ結構人がいっぱいで。でタニアちゃん何か言ったかい、さっきは。ディズニーランドみたい。ディズニーランドみたい。逆だった。逆でしょ。でちょっと待って、ディズニーランドは、うん、イタリアみたい。そうそう、そっちだですよね。でこちら音楽やってるし、みんな覚えてる。すげえ単語単語みよみんなダンスが上手いね。おどうぞ。イエーイ。ずっと道具を取るのが忘れてて楽しかったね。どうだった？違う、景色は違う。景色は、あ、でも分かる。建物が全然、でも全然違う。ディズニーランドね。ディズニーランド。で今から飛行機に乗ります。もうすぐ日本に帰ります。日本に帰ってきますよ。帰るよ。またイスタンブール、美味しいジンジャーエールが飲んでます。これは日本ないね。見たことない。ないね。で街中でメイクをやってみて、なんかすっごくいいメイクがあったんだもん。一番高かったけど素晴らしいって言って、値段を見たらおおってな感じになって、もう帰ろうってなってた。よし、今から日本に帰ります。バー。皆さんはどうでしたか？楽しかった。わー、結構シチリアはね、日本人の中にも有名じゃないかな。でさ、ダイエット始まったじゃん。すげえ辛かった。すっげえ辛かった。全部の食べ物がすっごく美味しくて、結構大きくて、ボリュームがもうやばすぎて、もう泣きながら。次の国はどれになるんだろうか。またお楽しみに待っててください。では、動画のいいねして、コメントも書いて、チャンネルを登録してください。また待ってまーす。バイ。チャオ。ヒュー、今タニアに着きました。タニアちゃん着いた。着いた。着いた。着いたの動画。動画。イエイエイ。タニアSoon do I?